はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、とっちゃんです。今回はですね SR47 5万7000円をね使っていきたいと思います。あのねとうとうクラシックの方にねこの武器がメインとして出てきたので、ヤシャって一応こちらの47の性能のはずなので、こちらをね、今回紹介していきたいなと、改めてやっていきたいなと思います。多分やるのねなんか一回でやったことあるけど、多分ちゃんと色吹きするのは4年ぶりぐらいじゃないでしょうかね。それではやっていきましょう。はい、ではやっていきましょう。さあ火力をね見せつけたいね。もう低くないからねこの武器ね、火力は全然低くないので、まあうまく見せれたらなと。あやばこれはいけないな。あここに待機しとこう。あ敵だった。オーマイガー、普通に46の火力は高いです。そんなああ出れない、頭入れた。まあ落ちないというね。シグ使ってる人いるね、やばい。ちなみにフルオートで打つのが一番楽だと思います。意外とこう、まあ、タップ打ちする人とかもいると思うけど、割と俺はフルオートで打ち切っちゃった方が楽かなと思います。そんなにこう、まあ、難しいことやる必要はないく、シンプルに打つ、止まって打つってのができれば、まあ、誰でも扱えるかなと。そんな難しい武器ではないからね。あ、後ろ。あ、ということで、かなり追い込まれております。あー、危ない。右と左どっちも取られてんの痛いね。あ左も倒してくれた、いいね、素晴らしい。詰めれるだけ詰めときたいね、できるだけね。ここで差を見せつけたいね。危ない、おおまだそこにいる、くそー。さあここはしっかり、あーどっちにしろ弾なかったね、今3発しかなかったからどうもならない。ダメージ非常に素晴らしいんじゃないでしょうか今のところ。まあやっぱ出してるなって感じはするね。あーダメだ、ダメージは出てるかなとは思いますが、いかんせんデスが多いね。見えん見えん、あー間に合わない。でもさっきね結構このなんだろう30-40メートル離れたところで頭やっぱり JK 落とせなかったから、防弾貫通能力低いのかなとはやっぱ思いますね。あーそこいいんだ、おお敵いた、わー多分見てる場合じゃなかった。さあしっかり落としていきましょう。さあこっち側にいますと、あなるべく冷たい。いやーまだまだ見てる、うわーあの窓はちょっとね厳しいね、あそこかなり強いですよね。さあ一応ここで威嚇射撃しとけば大丈夫でしょう。さあしっかり落としていき、ああで見られる。いるのかな、いるっぽいか、この感じだと。ああ無理か、あの SR 倒したかったけどな、ちょっと厳しそうだね。ああ終わっちゃった。まあ、やっていきましょう。アンダーファストとか懐かしい。もうで、まだでき、ああ、もうグレン合わせちたな。ここら辺から説法に入れる、あれがあるんよね。なんだっけ、スモーク距離取ったかも。やば強すぎ、何食らった、頭2発もらったわ。ビビった、マジ。何食らっても次死ぬな。
さあ、詰めてきてくれたら超嬉しいんだけど、まあなかなかないね。え、いたわ。さあ、セッターがね、出てきたなんで抑えに行きました。3-3なんてね、もうやりたい放題だよ、攻めは。本当はね、一眼最速の抜けグレネードとか入れれればね、もう何事もなく、一射かもいけるんですけれども。すごい、味方めっちゃ行くじゃん。え？まあ、後ろでしょうね、ほぼ。後ろだね、やっぱ。2人いるね。さあ、火力見てみましょう。まあ、5発落ちはまあ、距離もあるから、しょうがないとして。まあ、多分、足とか余計なとこ入れなければ4発落ちが硬いんではないかなと思います。これだったっけかな？なんかね、開幕あと、開幕、そこからもう速攻でね、スモーク入れられるんですよ。あ、じゃあ間違ってんな。もっとこっちだな。こっからこう入れんだっけかな。もっとね、しっかりやれる方法があるのでね。もう、久しぶりに、アンダーファストなんても4年とか3年前のマップなんで、あんまり覚えてないんだよね。さあ、頭しっかり入れていこう。え、味方抜けてんだけど、ジリス。どういうこと？あれ？いや、この後ろあるからね。後ろ、危な！死にかけた。見て、ウージープロの弱さ。火力低すぎでしょ。火力低すぎでしょ、ウージープロ。今ので80。まあ、しっかりやっぱ胴体に入れていかないとダメだね。この感じ見てると。ここだったっけかな。これだと多分遅かった気がするんだけど。はい、ごめんなさい。ちょっとね、今ね、フレーム数がね、200は出てるんですけど、画面のリフレッシュレートが100、100もないか？これ60とか、そんなもんになっちゃうバグが発生してしまして、今、あれでしたね、止まってました。まあ、60フレームで多分やってる感覚なんですけど、まあ気にせずやっていきましょう。あ、ディスコードで呼ばれた。なんで65カットはなかなかしてると思うな。これね、グレネードがね、ここら辺から投げれるんですよ。まあ、ここら辺からこう投げれた気がします。もっと前だったっけかな。まあ、アンダーファストね、結構個人的には好きなマップなので、まあ、正直やりたいマップなんだよね、もっと。え、これ、大丈夫？こっちまで来ちゃうけど。ゲーム落ちてる。爆弾が設置された。危な。もう味方先に行かせましょう。俺多分死んじゃうから、これ。マジ M40 で助かったって感じ。すごい、味方が。あれ、ここ、あ、そっか、開くんだね、そういえばね。忘れてた。さあ、守りです。頑張っていきましょう。最速でってどうなんだっけかな。ポイントに負けんだっけかな。あ、そうだ、こうなんだね、そういえばね。そうだ、そうだ。でもこうやっとけば、とりあえずは。さあ、センター守ってくれてるんで、でかいですね。で、昔よくこうやって、打ってたな。あと、こっからもうグレ入れられるんですよ。もう遠い昔の話なんで、かなり忘れてますけども。この正義に
行った気がするんだけどな。よお、いいね。まさかのあっちもいたって言ってくれてたから。さあもう出なくていいかな。あとグレネードがね、こっからこう投げれた気がしますね。やってるといろいろこう思い出すね。あとこっからもね、ちなみにどうでもいい話なんだけど、私ここら辺からね、何番目だったっけがね、なんか何番目かこうやってなんかジャンプ投げすると取り返しの SG が入るんですよ。あー上乗っちゃったね。こっからこう落ちてここら辺に入るとかっていう取り返しのあのスモークがあったりするんですよ。ちょっとした豆知識ですけど。さあ敵はもう、あー無理か、抜けれるかなと思ったけども。はい、というわけでね、 SR47 一応やっぱり4発でね落ちます。3発じゃ厳しいところあるけど、4発で落とせる武器なので、非常に、あ、30あるんだね、防弾貫通力30あるんだ。これライオンと一緒か。そうするとね、防弾貫通能力ライオンも確か30とかだった気がするので、まあ、35は欲しいよね。サコのようにサコとかね、これとか、あー間違えた、 M2 バロンとかはね35なんだけども、まあこれはいいとして、まあつか似てるね性能ね。 M2 バロンに近いよねこれ性能。 M2 バロンの連射力アップ版みたいな、連射力と手段が上げたのが、まあ、この武器みたいな感じなのかな。あと防弾貫通35だけどこっちはほらね。というわけでね、あのかなり火力は高い、4年前に出た武器にしちゃね、かなり火力高いです。まあ4年前に出て最強武器だって言われてた武器なんでね、ウルトラが出る直前ぐらいで、ね、1ヶ月間ぐらい最強だった武器なんですけども、今でもかなり強いと思います。でシグ MCX なんですけど、次回こちらもやっていきますので、こちらはねシグ MCX はあのサプレッサーでね、またカークの SR47 とはまた別な面白さがあるので、ぜひそちらも楽しみにしてください。というわけで今回ね SR47 いい武器でした。これもねかなりガンガン使っていきたいと思いますので、あのクラシックというアリーナモード新しく出た、コロシアムか、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お疲れ様です。